Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Soy María Shoko Isabela. Muchas gracias por ver mi programa del Internet Televisión de Shanana. Hoy también veo mi programa, por favor. Hi, everyone. How are you? I'm fine. I'm María Shoko Isabela. Thank you very much for watching my program of Internet TV of Shanana. And today also, please enjoy my program for 30 minutes.And I want to send all of you my many messages with lots of love! スタジオ7から駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金、年会費は無料。さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。はい、皆様おはようございます。こんばんは。美魔女マリアの登場です。美魔女マリアの美だろうか。今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。ねえ、もう本格的に寒くなってきました。もう11月もね、もう終わりになると、本当にね、もう朝晩どころか、もう一日中ね、もう寒くなってきました。ねえ、こんな時にもう北海道の方々っていうのはね、もう雪で大変だと思います。まあ前回からね、北海道をテーマに、送らせていただいてますけれども、今日はね、後編の方、前回ね、前編の方を、送らせていただきましたけど、今日はね、北海道の、後編の、旅をね、送らせていただきたいと思います。皆さんね、北海道というとどうしてもね、皆さん札幌中心に、その、界隈というかね、まあそういうなんとかどうしてもね、こうなんとか中心になるところっていうところは、まあ札幌ですよね。でその辺りを、中心に、まあ旭川ぐらいまでかな、皆さんが行かれるところはね。でも私ね、結構北海道っていうとね、あの皆さんが行かないようなところにね、興味があるんです。例えば最北端の稚内とかね、あとはあの東の方になると、まあ、オホーツク海に面した、まあ、紋別、これがね夫の出身地なんですけれども、あとは網走とか、ね、知床岬とか、たくさんね北海道には自然が残ってますね。素晴らしい自然が残ってて、もう本当にね、まあ、列車とかね、やはりこう飛行機でね、まあ、移動できればいいんですけれど、まあ、あの中心となるところはね、まあ、列車とか飛行機とかね、あるんですけれども、どうしてもね、まあ、稚内とか紋別とか網走とかなるとね、まあ、車がないとね、不便というかね、まあ、やはり車中心のね、やはり旅にはなりますよね。まあ、でも今回ね、本当に5日間の、北海道の旅、私はねもう大感激しました。と言いますのはね、今日も、また素晴らしいものをね、動画ね送らせていただきたいと思いますけど、まず最初なんですけどね、オホーツク紋別、オホーツク紋別港から出ているガリンコ号なんですけどね、今回はねもちろんあの秋ですから、なんていうのかな、これ本来ね砕氷船って言って、ガリンコ号はなんていうの、氷を、流氷を、ね、砕いて走る砕氷船なんですよ。で、まあ、前回もねそのガリンコ号について、この流氷科学センターっていう動画の中にねガリンコ号の模型とかね、ご覧いただいたと思うんですけれども、今日はねこの動画の中でね実際にこのガリンコ号が、まあなんていうのかな、流氷はありませんけど今日はね、でもまあこれがあの他のシーズンになると、まあ釣りをしたりとか、あるいはまあクルージングですね。で今回は私はまあ9月だったので、クルージングしてきました、オホーツク海をね。でまあそれはそれでね、まあ素晴らしいなんていうのクルージングだったんですけれどもね、まあ9月の末といえどもね結構寒かったですね。もうやはり北海道のね、北の方ですからね、オホーツク海というとね、なのでまあこれがね、1月2月3月になるともう流氷がね、来て、まあ大変なことになるんですけど、まあそういう流氷が来てもね氷をこう砕いて走る、こういう砕氷船に乗ってまあ楽しむというね、これが一つの観光になってるんですよね。で私もぜひね1月2月3月あたり、もう一度また行ってね、今度はまあ流氷をね
実際に、なんていうのかな、割って走る、そういうね体験をしてみたいななんて思うんですけれど、何せね寒さに弱いのでねまあちょっと行くのは大変かなと思うんですけどね、まあちょっとなんとかしてね一度は体験してみたいなと思ってるんですけどね。まあちょっと流氷ではありませんが、このね、ガリンコ号っていうのにね乗って、オホーツク海を、周遊してる動画をね今からご覧いただきたいと思います。はい、今日はね、オホーツク紋別の、観光をしているんですけれども、ここは流氷科学センターの、中なんですけれども、私先ほどね、マイナス20度の部屋に入ってきました。とっても寒くて、まあ5分10分ならいられますけどね、まあ寒さにね弱い私なんかはもう本当、5分か10分しかいられませんでしたね。本当に流氷ってでも神秘的ですよね。皆さん流氷というのは、どこから来ると思いますか。ここオホーツク紋別のオホーツク海に、アムール川っていうところからね、流氷が流れてくるんですよね。1月2月3月頃にで、それが、オホーツク海に流れてきて、でそこで、氷がね、たくさん、ぶつかり合ってミシ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 とこう流氷のね、来た音が、するんだそうです。そのね流氷を、割って、走る砕氷船っていうのかな、それがガリンコ号っていうのがあるんですけれども、今ね、ここに模型がありますのでね、ちょっと見ていただきたいと思いますけれども、これがね、ガリンコ号っていうものなんですよ。明日乗るんですけど、まあ季節がねまだ9月なのでもちろん流氷は来てません。ですが今の時期でもね、このオホーツク海をクルーズするっていうね、なんかそういうことができるので、明日はねこのガリンコ号でちょっとオホーツク海をね、探検したいなと思ってるんですね。これがね、まあ皆さんねちょっとご存知かどうかわかんないですけど、この砕氷船の前にこのスクリューみたいな、なんで氷を割るなんかこういう装備がついてて、実際にねこれに乗って、氷をねこう割って走る、割って走るっていうのはね、まあ、砕氷船ですよね。これでね流氷の来る時期はこの船に乗って、流氷を、割りながら走るというね、まあ、それが一つの観光になってますね。本当にねこの流氷っていうのは、まあ、私も寒さは弱いんですけど、まあ、一度はね体験したいななんて思っています。まあ、さっきもマイナス20度の、ね、部屋に入りましたけど、もう寒くて寒くてもう本当にじっとしてられなかったんですけれども、まあでもね、まあ、南極のね南極物語の、映画を見た時に、まあ、そういう中でねカラフト犬が1年もね生き延びたっていうのを映画で見るとね非常にね感動しました。で私もねちょっとねマイナス20度じゃ足りないんでしょうけど、まあ、どんなものかね体験してみたくてこの流氷科学センターに、来たんですけどね。まあ、皆さんもよかったらぜひね、北海道の北東部になるのかな、オホーツク紋別ちょうど網走の、ちょっと上のあたりなんですけれども、オホーツク海に面した、ね、オホーツク紋別という町にね、もし、来れることがありましたら、このガリンコ号にね、ぜひ乗ってみていただきたいと思います。はい、皆様美魔女マリアです。今日はね、北海道オホーツク紋別待ちに待った、ガリンコ号でオホーツク海を、周遊しています。今ね見えてるところが、オホーツク海です。今は時期的にねまだ秋ですから、まあ、普通のねクルージングしかないんですけれども、これが、1月2月3月になると、流氷が、やってきます。そうするとですね、この今私が乗ってるガリンコ号で、氷を割りながらね、
このオホーツク海を周遊するというね、まあ、この船は砕氷船なんですけれどね、前面にスクリューがついて、氷を砕くようなね、そういう装備がついています。まあ、来年のね1月2月3月、流氷が来る頃にね乗れたらいいななんて思ってるんですけどね、何せ私寒さにね非常に弱いと来てますからね、どうでしょうかね、来れたらいいんですけどね。まあでもね、とにかく今回は、まずねオホーツク海をねちょっと一周してみたいなと思ってね、ガリンコ号の、クルージングに、挑戦してみました。本当にね北海道は雄大な景色で広大でね、本当に、はい、ご案内いたします。本船のただいまのスピード、スピードは約11ノット、時速約20キロで東の方向へ進んでおります。皆様ご存知とは思いますが、この東の方向には知床岬、知床岬が約178キロのところにあります。視界が良ければ高連山、羅臼岳、硫黄山を見ることもできます。今日はちょっと雲がかかっているのであいにく見えないかもしれませんが、また本線の左横方向は北、私今ね北海道のオホーツク紋別に来ています。まあ時期的にねまだ秋なのでね、まあ普通のクルージングしかできないんですけれど、これが1月2月3月になるとね流氷がやってくるんですね。アムール川っていうところからね、そうするとですね今度流氷の、中をね、まあこの砕氷船であるガリンコ号が氷を割って、このオホーツク海を走るというね、非常に貴重な体験ができるみたいなんですけど、まあ何せね時期が限定されてまして、1月2月3月しかやってません。まあそれでね、まあ私も来れたらいいんですけど、まあ何せねマイナス20度の世界でしょ、ちょっとね寒さに弱い私はちょっと厳しいかなと思うんですけど、まあ来年のね1月2月3月のどこかでね、まあ勇気を持ってやってこようかななんて思ってますけど、まあ皆さんもね一度、体験なさったらいいかと思います。なかなか日本の中でね体験できないでしょうね、流氷を割って走るっていう。まあ第一ね、海の中にね氷があるなんてね、まあそんなものは普通は日本の中ではね見ることできないですけど、まあここはね
流氷が見れる一番南なんだそうです、このオホーツク海はね。だから非常に貴重なね、場所なんですよね。でこの流氷を見るっていうのがね、一つの観光になっています。ちょっと今日はね雲がかかってるんですけどね、まあ天気がいいとね、なんかもっとね、あの遠くまでね、あの見えるらしいんですけどね。ちょっと霧がかかってるので若干ちょっと見晴らしが悪いかなっていう感じはありますけどね。雄大ですよね。見てください、このオホーツク海。本当に北海道に来てよかったななんて思います。皆さんもぜひね、オホーツク紋別観光で来てみてください。はい、皆様いかがだったでしょうか。今ご覧いただきましたのがオホーツク海ですね。まあ本当にこれがね、まあ、今の季節だとね、まあ、流氷はありませんから、まあ素晴らしいオホーツク海をクルージングするっていうね、まあ、そういう観光なんですけれど、これが1月2月3月になるとですね、まあ、流氷の中をね割って走るというね、非常にまあ貴重な体験ができるので、皆さんもよかったらねぜひね、このガリンコ号、まあおすすめはやはり1月2月3月ですかね。でもこの時期っていうと、まあ雪が大変なんでね、まあどうやって行くんでしょうかね。私もね、あのオホーツク紋別に、まあ、夫の実家が、まあ、夫の、ね、両親はもう他界していないんですけど、まあ、実家がねまだそのまま残ってるのでね、ですから、まあ、行こうと思えばいつでも行けるんですよ、1年の間ね。まあ、だけど、まあ、とにかくね寒いの苦手なんで、12月からだいたい4月ぐらいまでね、この一番寒い大変な時期っていうのはもう寄りつかないでいるというかね、まあ、そんな感じでね、もうどうしても、あったかい時期にね、まあ、涼しい、まあ、そういうね体験するのが一番いいかななんて思って、北海道にはね行ってるんですけれど、まあでも一度はね、乗ってみたいかな、このガリンコ号と思いますね。まあ何せ流氷っていうのはね見たことないです。皆さんご覧になったことありますかね、流氷ね。これはねロシアのアムール川っていうところから、流れてきてるようですね、この流氷っていうのはね。でまあこの流氷が、流れてくるとなんかわかるらしいですよ、あの紋別の方々が言うにはね。なんか、あ、流氷がやってきたっていうのねよく聞きますけど、やっぱり音がするんでしょうね、ミシミシギシギシ音がするみたいなことを聞いたことあります。だからまあね、本当に、あ、まあ本当にそういうことは本州ではね、まあ、体験できないことですから、まあ、私もねちょっと頑張って、来年あたり、この持病の喘息がね安定してればの話ですけど、行ってみようかななんて思ってるんですけどね。まあどうでしょう、まあ来年は無理でも再来年、まあこの 2,3 年の間にね、一度行ってみたいなと思います。あとね、次なんですけどね、次の動画は、まあ、皆さんねご存知だと思うんですけどね、今度は旭川の、美瑛っていうところにある青い池、これで、ね、素晴らしかったですよ。本当にね、なんで池がこんなに青いんだろうとね、私も不思議でしょうがなかったんですけど、まあ、これもともとねプロのカメラマンの方が、富良野っていうところの在住の、あのカメラマンの方がね、この青い池を、写真をずっと撮ってたらしいんですよ。でご自分の、なんかこう写真集かなんかにねなんか載せたところで何かこうあの目に留まったかなんかして、テレビでも放映されましたよね、この美瑛の青い池ね。まあ本当にね実際私行って、眺めてみましたけど、いや本当にね神秘的というかね幻想的というか、もう本当に素晴らしいね、池でした。で皆さんもよかったらねぜひ行かれてみてください。これはね旭川というところなんですけれども、旭川からだいたい車で40分ぐらいちょっと走らないといけないんですが、美瑛というところがあって、そこにあの青い池があります。なかなかね北海道はねもう列車とかねそういったものが少ないので、どうしてもねご自身であのレンタカー利用してね、まあ、車であちこちこう回るっていうのがね、まあ、一般的なんですけど、まあね仕方がないんですよね。
まあ、飛行機とかで、ね、そういったものも、まあ、あるのはあるんですけど、どうしてもね、あの車でね、あちこち観光するのがね、便利かななんて思いますけどね。まあそんなんでね、前回と今回とね、北海道の旅をね、送らせて、いただきましたけれど、あとね、じゃあ最後の、美瑛の青い池、ぜひ、皆さんね、お楽しみください。はい、美魔女マリアです。私今ね、旭川の、近くって言ってもね、車でだいたい30分から40分走ってきたんですけど、そこに、美瑛の青い池っていうところがあるんですが、そこに来ています。ね、こうやって見てもらったら分かりますように、池がねこんなに青いんですよね。もう本当にね、神秘的としか言いようがないですけどね。あ、美しい池があるもんだなと思ってね。まあ北海道はこういう神秘的なところがたくさんあるので、こう自然でね、こんなに素晴らしいところがいくつもいくつもあるので、まあ、私もね本当に今回は北海道に来てよかったなと思ってるんですけど、皆さんね、ここの青い池ぜひね、北海道に来られたら、旭川からだいたい車でね30分から40分のところに美瑛というところがあるんですが、その美瑛の、青い池っていうのがね一つの観光名所になってますので、よかったらね、ぜひ訪れてみてください。すっごい青いでしょう。旭川から、車で30分から40分ぐらいのところに、美瑛の青い池っていうのがあるんですけれども、ね、ご覧いただくように、池がねすごく真っ青なんですよね。とっても素晴らしい、自然というか神秘的な、池をねご覧ください。本当にね青いんだなと思います。こんな池ね初めて見ました。ね、こうやって見ると皆さんもぜひね、行きたくなるんじゃないでしょうかね。北海道を訪れた場合、ぜひね、旭川の、近郊美瑛の青い池訪れてみてくださいね。はい、旭川から車で30分から40分のところにある美瑛の青い池なんですけれど、池が真っ青ですよね。とっても神秘的で素晴らしいなと思って、感動しています。どうですか。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、皆様いかがだったでしょうか。青い池ね、素晴らしかったでしょうね。もう本当にこのネットでもね、テレビ、ね、インターネットテレビでもね、お分かりいただけるように素晴らしいです。本当にね池が青いんですよね。で、私は実際これをね、実際に見てきました。で、本当にねどれだけ青いんだろうっていう、まあそういうね、疑心暗鬼の気持ちで行ったんですけどね、本当に青かったんですよね。まあ本当にね、感激の多いね旅でした今回はね。まあまたね、私来年の2月あたり、
北海道へねちょっと行こうかななんて思ってるんです。まあガリンコ号は無理でもちょっとね札幌の雪まつりね、これ興味があって、まだ一度も行ったことないんですよ。なのでまあ来年ね2月ちょっとお友達からも招待されてるんで、まあ雪まつりねちょっと頑張って行ってこうかななんて思ってるんですよね。まあ札幌だからまあ大丈夫かなと、まあ飛行機1本でも行けますしね。まあ皆さんもねもしよかったら、札幌の雪まつり、これはこれで素晴らしいみたいですよ。あの氷の彫刻とかねいろんなものがあって、本当に素晴らしいイベントなので、もしよかったらね皆さんも行かれてみてはいかがでしょうかね。来年度はね2月の、5日から12日までがね、開催期間みたいだそうです。で私もだからちょっと頑張ってね行っていこうかななんて思ってるんですけどね。まあそんなこんなで北海道の旅をね、前編と後編とね送らせていただきました。楽しんでいただけましたでしょうかね。あとね私の、活動をねいつものごとくご紹介させていただきますが、シャナナインターネットテレビ、美魔女マリアの美だろうか、こちらの方ね第1、第3の、月曜日から日曜日まで朝から夕方ね放送されてますので、よかったら、ご覧ください。あとね FM ギグ、インターネットラジオなんですけれども、私あのラジオのパーソナリティもしておりまして、美魔女マリアの人生七転び八起きという番組で、放送されています。で毎週木曜日ね、夜の8時から8時半までサイド B で、お聞きいただけます。あとね、翌週の月曜日っていうかね、再放送なんですけど、聞き逃された方とかねまた聞きたいという方は、深夜2時半から、3時まで月曜日なんですけどねサイド A で、放送されています。あとフェイスブック、それからインスタグラム、あとアメブロですね、こちらも丸山翔子でご検索いただければ出てきますので、フォロワーの方よろしくお願いいたします。あと私のホームページなんですけど、マリア翔子イザベラ .net、こちらの方もね、もしよかったら、ご覧いただければなと思います。あとね私もね一応ファンクラブっていうのがありましてね、丸山翔子ファンクラブなんですけどね、こちらの方も今募集しておりますので、ご興味のある方はね、Facebook でもまたメッセンジャーでねお知らせくださればと思います。アディオース。